ようまいら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい、今日はね、宇都宮市のね、そう、ここのね、イタシャーがいっぱい並んでるね、ところに来てます。はい、今日はね、栃木アニメフェスタ、栃テレアニメフェスタですね。俺様ね、今日もね、ニーネコさんのお手伝いでね、来てますね。お前らにね、この、この様子をね、紹介しようと思います。はい。はい、大きなね、鳥居がありますね。そこはね、ドンキホーテですね。ドンキホーテの看板はね、ドンキホーテって書いてある部分がおしっこ色で、上のね、激安の電動の部分がね、ジバニャン色ですね。で、こっちにはね、5月末でね、ボーボーしちゃうパルコがありますね。そう、ありがとう閉店セールって書いてありますね。閉店セールのところがジバニャン色で、文字がね、おしっこ色ですね。はい。はい、いろんなね、個性的な車がね、立ち並んでますね。はい、こっちもね、なんかね、面白い絵が書いてあるね。おしっこ色桜水って書いてあるね、車が止まってますね。車の車体自体はね、ウィスパー色もしくはコマさん色ですね。で、このね、部分がね、ジバニャン色、ジャイアン色ですね。はい、鯉のぼりがね、ありますね。上はね、神社かな、お寺かな、になってますね。はい、でね、こちらがね、いいねこブースでね、今回はね、e スポーツをね、やってますね。e スポーツのね、この三角の部分がジバニャン色ですね。でね、いいねこマークですね。いいねこの口の中はね、なぜかね、全部がジバニャン色ですね。いいねこの体自体はウィスパー色もしくはコマさん色ですね。はい、で、こっちはね、あの、新しい青空模様のね、テントがあります。前はね、ジバニャン色のテントだったんですけどね、あの、あそこの足利の、なんだっけ、河川敷のところのイベントで風が強くてね、ボーボー行きにしてしまったんでね、新しい青空模様のね、テントに変わりましたね。この雲はね、ウィスパー色もしくはコマさん色ですね。はい、今回はね、プロゲーマーのテマさんがね、いらしてますね。このね、挑戦者求むのね、この紙がね、ウィスパー色もしくはコマさん色ですね。はい、で、このね、人形はね、おしっこ色ですね。で、こっちのね、この延長コードのね、これがね、ジバニャン色になってますね。で、こっちのコードはね、ウィスパー色もしくはコマさん色ですね。はい。はい、こっちはね、ゴミ箱ですね。そう、燃えるゴミ。ジバニャンの腹巻きがね、ここに捨てるべきですね。はい、この燃えるゴミのね、このマークがジバニャン色ですね。で、こっちはね、駐輪禁止のとこですね。ここにね、勝手に自転車を止めたらね、ボーボーされても文句は言えないってことですね。この看板っていうのかな、これはね、おしっこ色でね、この文字っていうか、この部分はね、ジバニャン色になってますね。はい、で、こっちにはね、おしっこ色の花が咲いてます。はい、はい、この先はね、関係者以外立ち入り禁止だそうです。三角コーンはジバニャン色ですね。そう、宝くじ屋があります。宝くじ屋のね、あの看板もジバニャン色ですね。お前らはね、宝くじ買ってね、当たるといいですね。そうすれば貧乏から脱出できますね。はい、で、こっちにはね、無料の水飲み場がありますね。宝くじが当たらない貧乏なお前らはね、この無料の水を飲んでね、水代をね、節約しましょう。はい、ここにはね、弁当屋のね、段ボールがありますね。いつもいただいている丸友食品のね、段ボールです。ね、このね、文字がね、ジバニャン色ですね。はい、見てください、このね、椅子ね、多分古いんでしょう。ここは破けてね、中のおしっこ色のスポンジが見えてますね。はい、はい、これはね、プレイステーション4ですね。はい、こう画面もあるんですけど、ちょっと著作権の関係があるのでね、見せられませんね。お前らね、あの、画面が見たければプレイステーション4を自分で買ってね、自分で見ましょう。はい、ね、これがね、本体ですね。そう、ヨン様はペ様と言い換えられるから、プレイステーション4はね、プレイステーションペとも言い換えられますね。はい、このね、丸のね、これがジバニャン色ですね。はい、見てください、これはね、多いお茶のペットボトルのね、余りですね。はい、俺様の飲みかけではありません。誰の飲みかけかは知りません。はい、この日本のお茶の丸がジバニャン色ですね。で、こっちの緑茶のね、この長丸もジバニャン色ですね。はい、ここにはね、テマさんと遊んだ人へのね、参加賞のぷよぷよのね、おもちゃがあります。でね、このぷよぷよ、こっちのぷよぷよはね、ジバニャン色ですね。で、こっちのぷよぷよはね、おしっこ色ですね。はい、はい、こちらのね、地底人さんがいらっしゃるんですけどね、この地底人がジバニャン色ですね。はい、で、このね、スタッフの文字もジバニャン色ですね。はい、はい、このね、フランスパンミックスの文字がジバニャン色ですね。で、このね、両面テープのね、この部分もジバニャン色で、この両面テープそのものはウィスパー色もしくはコマさん色ですね。はい、お前らもね、ちゃんとね、働かないとね、こういう段ボール製の家に住むことになるからね、気をつけましょう。はい、はい、このね、重りはね、10キロあるみたいです。ね、ジバニャンのね、ガラス玉の上にこれを落としたら多分パリンって割れますよね。はい、はい、これはね、ぷよぷよのね、ゲームに使ったテレビのね、裏側ですね。表画面にはまだぷよぷよの画像があるんでね、著作権に触れるんで映せないんですけどね。そう、あの、この端子がいっぱいありますね。この端子、これがね、おしっこ色、ウィスパー色もしくはコマさん色、ジャイアン色、ジバニャン色ですね。はい、はい、こっちはね、コスプレのね、エリアになります。はい、
はい、これはね、マッキーですね、ボールペンですね。そう、これでね、ジバニャンの腹巻きに落書きをしたいですね。このね、ゼブラっていうのはマーカーの有名なメーカーですね。ゼブラのこの文字がジバニャン色で、この丸もね、ジバニャン色ですね。はい。で、こっちのなんかね、この部分もね、ジバニャン色になってますね。はい、元号がね、平成から令和にね、最近変わりました。なんでね、祝ってます。で、このね、祝いの文字がジバニャン色ですね。で、この送水口のね、この四角もね、ジバニャン色で、文字はウィスパー色もしくはコマさん色ですね。このね、自動販売機もね、濃厚なジバニャン色ですね。はい、こっちのね、ペンはね、おしっこ色ですね。はい、今回のね、コスプレのね、受付ですね。このマチコスの文字がジバニャン色ですね。でね、これが今回のね、コスプレマップですね。はい、このね、バンバ広場のね、この四角がね、ジバニャン色ですね。で、このドンキホーテのね、この四角がおしっこ色ですね。はい、ここはね、オリオン通りって言います。オリオンって言ってもね、沖縄のビールではないですね。はい、これは信号マークでね、青信号とおしっこ色信号とジバニャン色信号があります。でね、参加する場合には、このウィスパー色もしくはコマさん色のね、紙にね、所定事項を記入して、このね、ジャイアン色のコスプレ参加賞をね、身につけていただくことになります。はい。はい。ということでね、今日はね、宇都宮のとちてれアニメフェスタでした。ね、お前らもね、来年よかったら来るといいんじゃないでしょうか。はい。それではさようなら。ボーボー。ブーボー、ブーボー、ブーボー。ブーボー、ブーボー、ブーボー。